皆さんこんにちは。グアム在住の夏美です。日本語で話す会は久しぶりですね。今回は娘のみーちゃんと2人でロスというディスカウントストアでお買い物してきた様子をご紹介します。ロスについてのご紹介はこちらの動画を見ていただけると分かりやすいかと思います。では女子2人のゆるいショッピングスタート。皆さんこんにちは、なつみです。今から、GPO のロスに行きます。買うものはほとんどみーちゃんのお洋服を買おうと思ってるので、ちょっとどういう感じになってるか最近行ってないんですけども、たくさんいいものがあるといいなと思います。じゃあ行ってきます。Stuff you want today? Jacket, T-shirt. I don't want. This is nice. どれ? This. 見せて。見せてみーちゃん。Can you show me? これ?これ好きなの？へえ、そうなんだ。Okay, then. Go ahead. Okay. Put it in the cart. Okay. でもさ、これさ、さっき似たようなの買ってなかったっけ？ I mean, they're long. でも、セームじゃんね。So? I like these. You like it? Okay, then. These are my favorite. Okay, then. Hi. Already? Yeah. ないね、ジャケットないね。ないね。That's all they have, the jacket. ないですね。全然ないね、これ。なに?みーちゃんが選んでくれんの?ねえ。姉ちゃんが選んでくれんの?ねえねえ。You gonna choose? You gonna pick? This. あ、本当に早いね。なんで? Because it smells good like soapy. あー、石鹸みたいな香りなんですね。そう、他の動画でも紹介したんですけど、ここで結構よくキャンドルを買うんですよ。Oh, mom, look at this. Smell this. いい感じ? It smells good. This and this is my favorite. I like them. 早いね。I like this too. This and this. 本当に? I like it. It's my favorite now.OK です。じゃあちょっと見てみましょう。すごいね、こんなのもあるんだね。ダイソーみたいだね。へえ、すごい、こんなのあるんだ。いくらなの ?20 ドルなんだ。高い。壁に飾る系のとか、安くて可愛いのがたくさん売っていて、例えばこれとかもこういう感じで飾るんだけど、値段は30ドル。安い。買ってスーツケースに入れられるかな。こういうのだったらねいいかもしれない。15ドルとかね。こういう感じでたくさん可愛いのが売ってます。家具ですね。家具、タオルが可愛いんだよね。バスタオル、ラコステとかで、これも可愛いし。いくらかな。値段は11ドル。どうなんだろうね。日本より安いのかな。これも可愛い、バスタオル。何のもあったら可愛い。こんな派手なバスタオル。このバスタオルは10ドルですね。ちょっと薄めだね、薄めの感じ。他にもこのバスタオルも可愛いなと思って、そう、こういう感じで、この値段は7ドルだね。安いね。これも結構、これは結構しっかりしてるな。
honey あるじゃん。No honey。そう。I like honey. I want honey. Okay, yeah, sure. Thanks, mom. You're welcome.見てこのオリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイル、美味しそうじゃない？すっごい、11ドルだ。めっちゃ美味しそうなんだけど、美味しいのかな？いやでもちょっとあまりにも大きすぎて、美味しくなかった時のショックがね、きついから、やめとこうかな。ん？ユニコーンじゃないんじゃない？ I don't think so, honey. It's just a horse, right? Because I don't see the horn. And look at this puppy. He's cute. Papa. Papa? Okay. Puppy. Puppy. 昔はこういうのもなかったんだけど、最近もここにあるので、この辺のやつの値段は45ドル。かわいい。What's your size? That's 58. What's 58, honey? Centimeter or inch? That's 58. That's the size of my feet. No? Yeah? That's too big. I didn't know. 大きいよ、みんちゃん。全然かわいい靴もないね、今日はね。ちょっと全然可愛い靴はちょっとないので、今度靴を買いに行こうと思います。うん、そうだね。ちょっといつももう少し可愛いのあるんだけど、品薄なのかもしれない。というわけでお買い物が終わったので、購入品をご紹介したいと思います。さっくりやっていきたいと思います。思ったよりもあのみーちゃんの洋服がねなかったんだよね。みーちゃんなかったね。そうなので、あのあんまり子供服のね紹介はできないかもしれないんですけど、買ったもののご紹介です。でこちらがベッドシーツ、クイーンサイズのベッドシーツを買いました。これは19ドル99セントです。コットン 100% のやつで、あともう一つみーちゃんの、これはみーちゃんのお洋服、こういう感じになってます。これはね2ピースになっていて、2ピースがこれはね10ドル99セント。かわいいね、これ。これみーちゃんが選んだんだよね。You pick this, right? You found this, right? そうだよね。じゃあ、あとこれも、これはですね、みーちゃんが選んだの。今もこういうの持ってるよね。みーちゃん、can you hold it for me? Because I can't really make it nice. みーちゃんが選んだ T シャツは、これは4ドル99セント、激安です。でですね、あとは、あとみーちゃんはね、他にもね、ジーンズ買ったよね。みーちゃんのジーンズもあります。みーちゃん、これも、can you help me? はい。みーちゃんのジーンズは、これ、見えません。見えません。みーちゃん、見えません。こんな感じかな。12ドル99セントでーす。ジーンズでございます。え、なんで？なんで落とすの？出すのない？いいよ。次、次行きます。サク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 。次、こちら、同じ種類かな？の違うブランドのパンツでーす。こんな感じ。みーちゃんはジーンズが好きなんですか？そうなの？ジーンズが好きなの？ジーンズが好きだそうで。で、これはね、10ドル99セントだ。激安でございます。こいつ、これはこれ8ドル99セントなんですけど、お部屋の中で履くためのスリッパ、ふかふかのスリッパ。結構家の中を涼しくしてることが多いので、あのレボン の夫のご希望で、なのでこれを買いました。みーちゃん用です。そしてみーちゃんのものもこれで終わりで、他はですね、私がいつも来るたびに買ってしまうキャンドルチャンプを買いました。今回は2つだけ、1つ目はこれで、これね、はい、これです。サンダルウッドタバックというやつで、やっぱり結構重たい系の濃厚ないい香り。これも買えてもらうしかないんだけど、結構すごい高級感がある匂いです。でこれはね6ドル99セント。
で、もう一つが、これはですね、ブラックアンバー。もうアンバーの香りはだいたいいつも外れがなくて、あとサンダルウッドも。これも結構高級感がある系の匂いですね。重たい目の匂いが好きなので、結構そういうのを選びがちです。で、これもう一つか。この2つのキャンドルを買いました。そう、これで終わりだ。でね、値段はね、これ全部ね、いくらぐらいだと思いますか？そんなに値段いかなかった今回。もっと買うつもりだったんですけど、なんかね、結構ロスはね、入荷の日が決まってて、その日に合わないとあんまり物が売ってないっていうね。日曜日じゃなくて、昔は火曜日と木曜日だったんですけど、ちょっと結構変わったりするか、いつになってるか今はちょっとわかんないんですけど、今回は99ドル、91セントでした。